こんにちは、えー。今回は方便本の3回目になります。えー、シャイプトラが3回にわたってお釈迦様にどうか、如来の教えを説いてくださいと。これまで私たちに説いてくれなかった素晴らしい教えがおそらくあるのでしょう。お釈迦様、それをどうか私たちに説いてくださいって3回お釈迦様に、えー、シャイプトラが当たりましたと、まあ。仏の顔は3度までっていう、この3回頼まれたら、 お釈迦様っったらやるてていうふうふに決めてますねこれはあのえー、如来受領本でもシャーリフトランが3回、えー、このビッグワンによって生まれた樹木によって生まれたお札たちが無限にいますとこの如来お札たちが一体どこから来たのか一体なんでこんなに素晴らしい、えー、教えの力を持っているのかっていうふうに シャリプタイは3回尋ねると、じゃあシャリプタイは私は話してあげましょうって、あの、ニ来十の本で話し始めますね。ここでも3回聞いてますね。はい。えー、シャリプタイお前見たりまでも如来に混成した。このように混成しているお前にどうして私が解かないであろうか。だからシャリプタよ正しく聞きなさい。よく心の内に思いなさい。私はお前に解くであろう。えー、本当は私もですね、このぐらい人が、人に、えー、どうか解いてください。解いてくださいって言われないと、 こ言っちゃいけないのが本当は法華経なんですよね。こんな YouTube で簡単に法華経に関して解くと、まあ、極空界の存在とか、宇宙が始まるの真空の中には極空界があって、そこで無限の如来たちと獣中の菩薩たちが集まっていて、その中心で、えー、その三次元にいる如来が中心になって、儒教を授けるその姿があるっていう、この真空の中の秘密ですね。宇宙が始まる中の真空の中どうなってるかっていう、この、 心理ですね。これを解いたところで、この今三次元世界にも、今私たちがいるこの三次元世界でも、こんなことに反応できる人ってのはほとんどいませんね。なんか言論系 YouTuber の中でも、自分は国際政治学者だとか、なんか経済の天才だとか、私は軍事がわかるとか、いろんなことを言ってる人がいますけど、そんな人たち全く宇宙が始まるの真空の中が、どういうメカズミズムになっているのか、そこに、 えー、無限の如来たちが集まって、その中心に、この三次元にいる、えー、国籍を残したシャーカム如来が、その中心で、えー、時期を授けている、その姿を見せるために、ビッグバンが起こされたかなんていう。こんな、宇宙が始まるシンの中にある、イエスの言うところの、えー、エクレシア。お釈迦様が言うところの、えー、悟りの会合ですね。えー、これに気がついてる人といないんですよ。気がつくわけがないっていう。ですから、そんな一般の大衆向けの話をしてるわけじゃなくて、 私もですから、一応言論系の要素も入れてて、まあ、米中戦争がどうだとか、ロックフェラーとかロスサイド、ええー、あと、ーワルのハリウとか、マルクスがどうだって一応この三次元世界の、まあ、ストーリーを作ってる妄想思想家とか、妄想の経営者とか、妄想の経、えー、金融支配者とかのことも話してますけど、その連中でさえも宇宙が始まるの真空の中でまさか、こういう極空界が、 存在していて、そこで、次々とブッダたちが生まれ変わって、いろんな世界のブッダたちが入れ替わって、儒教を授ける姿を、如来たちについてる、えぇ、ー、寿の菩薩たちにあらゆる世界で、それを教えるために、ビッグバン起こって三次元が無限にあって、その三次元世界では、虚空間については、法華経として話されてるっていう、この真実ですね、これを気がついてる人っていないんですよ。 わかりますこれ。はい。まあ、この私のチャンネルもですから言論系の話題も入れてますけど、法華経のこの意味と価値っていうのはわかる人ってそんなにいないでしょうね。ですから、それをこの方便本で最初に言ってるんですよ。シャイプたルお前のようなね、証文。お前は優れた証文だけど、お前のような優れた証文でさえも、えー、この法華経を解いても理解できないだろうと。それはなぜかって言ったら、各世界に無限のブッダたちがいて、その世界に えー、ビッグバンを起こして生まれ変わってきた菩薩たちだけが法華経協同してこの曲会に参加できると。そんなこのメカニズムが宇宙が始まるの真空の中にあると。こんなことを普通の人間に話したところで理解できないと。それはお前や、シャリプトはお前のようなもの、優れたものでも話しても理解できないんだと。だから話そうかどうか今考えてるけど、シャリプトは3回懇願しましたと。どうかお釈迦様は話したくないと。3回懇願したんで、じゃあ、 えー、シャイプトラよ。正しく聞きなさい。よく心の内に思いなさい。私をお前に解くであろうと。セゾンがこの言葉を告げられるような、その時その集会の中にいた、思い上がっている増上万五千人のビクビクに、親南神女が席を立ってセゾンの両足を自分の頭に叩い,いて敬礼して、その集会から立ち去っていたと。要するに、この世界にも仏、自分は仏教徒であるとかっていう人はいっぱいいますよね。 なんか YouTube でも変な何とか詩、新言詩だ何とか詩でいろいろこう仏教の解説してますけどそんな人間たちにこの法華経っていうだけが法華経だけが真実を解くんだよっていうふうに言っとも全然分からず反応しないでどっかみんな行っちゃうっていうそれどころかもうインチキな仏教の教えといてる教祖ばっかりですよねはいですからお釈迦様それに関して言ってるんですよこれであの徹底的にもうこんなの法華経を話してもしょうがないんだっていうもう 増上万のビクは大地獄に落ちるし、無限地獄に落ちるし、えー、神,神々以下の人はもう理解もできないし、恐る者のいて逃げてしまうような教えが仏教なんだっていうふうに。はい。ですから、一見仏教と気取ってるような人たち、自分は仏教であるとか、まあ、ブッダの生まれ変わりであるなんていう人もいますよね。そんな人たちがいかにインチキかっていうことがここでわかるんですよ。えぇ、ー、創万の五千人のビクビクに侵犯心療は席を立てせずの両足を、 自らの頭にいただいて経礼して、その集会から去っていったっていう。ですから、この世界にも仏教徒いっぱいいますよね。なんか、総動詩だとか信号詩だいろいろいますけど、そんな連中はもう去っていった後の人なんですよ。はい。なんとなれば思い上がったものは、その昔の良くない行為、不善根のためにまだ得ていないものを得たと思い、また理解していないものを理解したと思っているからであると。彼らは自分に欠陥があることを知らないで、その集会から出ていったと。つまり、えー エクレッシャー、集会なる鍵を受け取ることもできないような連中、空会に入ることもできないような連中ですね、儒教を受け取ることもできないような連中は、その集会を去っていくと。セゾンはまた無言でそれを許されたのであると。まあ、どこに生まれ変わっても、そんなのは勝手にいるんで、そんなもん無言でっていうよりも、えー、お釈迦様の声も聞いてないわけですね。そこでセゾンは、尊者シャーリプトラに告げられた、シャーリプトラよ、私の集会や不要のもみ柄は、 覗かれ、無価値なものがいなくなって、無価値なものは、無価値、価値のないものなんですよ、要するに。要するに、この地球っていう惑星も、この法華経を学ぶために、ビッグバンが起こされて、この地球も人間も作られたんですよ。法華経を学ぶために。だけど、それに気がつかないと。で、そんなもみ柄は取り除かれ、無価値なものがいなくなったと。そんな人間ってっけで無価値なんですよ。価値がないんですよ。この三次元がビッグバンによって生まれて、 大菩薩のビッグワンによって生まれたのは、その大菩薩が、法華経に気がついて揃うんで、それを他の人たちに広めて、その人たちに法華経の素晴らしさと縁を持たせるために、三次元と地球っていうの生まれてくるんですけど、これに気が付かない人たち、ましてやもう一般の人たちは愚か、まあ、ロスサイダル・オコヘラ・マルクスなんかは、もう、下道中の下道で、破壊者で、無権人を置くとこの世界を一体たりしているようなものであると。 それどころか仏教徒でさえも、この世界にもいっぱい仏教徒いますよね。創造主だとか,なんかいっぱいいますね、主が。さらにはインチ、ブッダの教団の教祖たちもいますの。そんな者たちは、無価値で価値のない生き物なんだと。もう価値がないんだと。もうビッグバンが起きて、この三次元が生まれてきた。法華経を聞くためで、法華経を学ぶためだけにあるのに、それに気がつかないものは価値がないと。人間でもないと言ってるんですよ、これ。 信仰の核心の上に立つものとなったと。要するに、もうそんな価値のないものが取り除かれて、シャイフサヤとお前たちよ。私の前にいて、これから法華経を聞くって誓ったお前たちよ。えー、信仰の核心の上に立つものとなったのと。君たちだと。シャイフサヤは彼ら傲慢で価値のない者たちが去ったことは良いことだと。そこで実にこの意味を私はとこう。 どうぞおとってください、せぞよ。と、尊者しちゃいたら、世間、せぞにお答えしたと。まあ、これ、今の社会の形をもう言ってますね。法華経に気がつかないと。もう、ビッグバンが起きたのは、法華経を聞くために大菩薩を起こして、そして、すべての人間、一生きとし生けるものってのは、法華経を聞くために生まれてきてるんだけど、それにも気がつかない者たちがたくさんいるどころか、そんな者たちだけど、それはもう人間としての価値がないんだっていう。 って言われてみればそうですよね。ビッグマン起きたのは、ビッグマンがなんで起こったのかを理解するためだ、ためなんで、それを考えないような人たちってのは価値がないんですよ。はい。セゾンはこう言われた、いつかあるときシャイプタイル、ニはこのような形の説法をするで、するのであると。それは例えばシャイプタイル、極めて稀にしか咲かないうどんバラの花の、花がいつかあるとき現れるが、ちょうどそのようにシャイプタイル、ニもまたいつかあるときこのような説法をするのであると。私を信じるようにシャイプタイ 私は真実を語るものであり、私はありのままに語るものであり、私は事実に反することを語るものであると。シャリプタラよ。如来の深い意味を秘めた言葉は知り難いものであると。それはなぜかというと、シャリプタラよ。私は種々に解釈し説明し、言葉として語り、例えを用いて、またいろんな幾百客もの巧みな方面を持って法を明らかにしたのであると。シャリプタラよ。正しい法は資料分別を超えたもので、資料分別の及ばない範囲にあり、 如来によってのみ理解されるものであると。要するに、まあ、極界からビッグバンが起こる、宇宙が始まるの真空の中に極界があって、そこでビッグバンが無限に起こされているっていうことは、えー、如来だけが理解できるものなんだっていう。で、如来によって理解される、如来によって語られ、のみ語られると。したい人は、ただ一つの、この仕事のためだけに、一つのなすべき事柄のために正しい人た尊敬別に如来は世間に現れるのであると。 まあ、獣虫を授けるためにだけ現れると。そしてビッグバンを起こして、その者たちが生まれ変わった世界で、えー、法華経を再び学んで、教科会に参加して受、受虫を授け方を学ぶために、如来は世間に現れると。ですから、それ以外の人間、まあ、この世界でもそんな人間ばっかりですよね。そんなものは価値がないと。だから、ま、ビル・ゲイツによって除去されてもしょうがないんだってはっきり言ってるんですよ、これ。 えー、シャイプトレイは、ただ一つの仕事のために、一つのなすべきこと柄のために、正しい人たれた尊敬されべき由来は世間に現れるからであると。えー、すなわち、大きな仕事のために、大きななすべきこと柄のために、シャイプトレイは、由来には一つの仕事、一つのなすべきこと、すなわち大きな仕事、大きななすべきことがあって、その仕事のために正しい人たれた尊敬される由来が現れるという、その仕事とはどういうことであるか。 すなわち、それは、如来の知見を収容たちに得させるという目的で、そのために正しい人たちといった尊敬される如来は世間に現れると。まあ、如来がこの世界に現れるのは、えー、熟悉虚空会を主催して、熟悉を授けて、えー、無限の菩薩たちを生み出して、ビッグマンを無限に起こして、えー、如来の知見を広めるためにあると。如来が生まれるのはそのためだけだと。まあ、つまり、この世界の人間一人一人がアルゴリズムだとすると、 この如来がビッグバンを起こしてこの世界に来て、えー、この本物の法華経を広めると。これを手伝わないアルゴリズムっていうのは本当に価値のないものなんですよ。えー、何の意味もないと。そういうことをお釈迦様言ってますね。はい。如来の知見を衆生たちに見せるという目的で正しい人といた尊敬されるべき、如来は世間に現れるのであると。如来の知見に衆生たちを入らせるという目的で正しい人といた尊敬されるべき、如来は世間に現れになると。 如来の知見を囚人たちに悟らせるという目的で正しい悟れた尊敬さるべき如来は世間に現れなると。如来の知見の道に囚人たちを入らせるという目的で正しい悟れた尊敬さるべき如来は世間に現れると。まあ、つまり、極空会を主催して、樹、え、木、ー、を授けて、すべての囚人、えー、たちを菩薩にして、さらには仏陀にするために如来はこの世界に来ると。そういうことを言ってますね。はい。これが主なシャリプトで如来の一つの主のと一つのなすべきこと柄、 大きな仕事、大きななすべき事柄、如来が世間に現れるための唯一の目的と。まあ、会を主催して、そこで住居を授け、無限のビッグバンを起こして、そして、生きとし生けるすべてのものを、えー、如来にして、その者たちに、えー、住居を授けさせ、さらに、滅迅させるっていう、これが目的だったんですよ。はい。これが存在の目的なんですよ。簡単に言っちゃうと。 えー、このようにして、実にシャリプトだよ。如来の唯一の仕事、唯一のなすべきことから、大きな仕事、大きななすべきことからというもの、それを如来は行われるのであると。それはなぜかというと、シャリプトだよ。私こそは如来の知見を得させるものであり、私こそは如来の知見を見させるものであり、私こそは如来の知見に入らせるものであり、私こそは如来の知見を悟らせるものであり、私こそは如来の知見の道に入らせるものである。私はシャリプトレオただ一つの乗り物、一条について修女たちに対して報徳と。 まあ、三条が一条、一条の乗り物ってのは仏の乗り物であって、それは磁気をもらって、え、ブッダになるための乗り物っていう。すなわち、それはブッダの乗り物、仏像を説くのであって、シャリプトレは、その他に何か第二の乗り物、第三の乗り物が存在するのではないと。シャリプトレはあらゆる十法の世界において、このことが、法の本来の姿、法相であると。要するに、すべての三次元世界、すべての真空において、それはもう、えー、 全ての三次元において、如来は、虚空会を主催して、儒教を授けて、無限の三次元をまた生み出して、そこで菩薩たちもそれを広めて、さらに仏陀にやると。その仏陀たちもさらに儒教を授けて、菩薩たちを生み出して、如来を生み出していくと。これだけが、あらゆる十法の世界において、このことが法の本来の姿、法相であると。つまり、法相でないものってのは三次元世界に生まれてきて、これに気がつかないで、なんだか、物欲とか、金銭欲とか、そんなもので、人々を、 支配しようとか、軍事力で人々を支配しようとか、あるいはそんなものに気がつかないで、く、え、だ、ー、らない政権の、えー、ことについて語ってるだけのような連中っていうは全く意味がないと。それはなぜかといえば、シャリフトや過去世によっても破壊せず、数え切れない十本の世界に正しい人はれた尊敬されるでぬいたちがおられ、多くの人々の幸福のあたり、多くの人々のかで、政権を慈しんで、神々や人間など、大衆の利益、幸福、安楽のためにこのように出現しておられたと。 ここで平行宇宙であらゆる三次元には如来がいると。それらのブッダたちはいろいろ春春の傾向を意にし、いろいろ違った素質と心の願いを持った主人たちは何をここに願っているかを知った上で、彼らの遂行すべき道をいろいろとき、原や理由や、とえや今古や言葉の解釈など趣旨の,種々の巧みな方便を用いて法等を気になったのだと。まあ、各無限の平行宇宙のいる如来たちは、その世界に応じた教えを説いていると。それはべての過去のブッダ。 施設のたちはいずれも調べた,ただ一つの乗り物でって、たちに法を説かれたのであると。まあ、その、如来たちもすべて、弟子たちを下脱させて、帰還させると、いよいよ法経業を説いたと。それは、ブッダの乗り物によるものであると。寿記を授けるということですね。すなわち、一切死者たることを究極の目的とするブッダの乗り物、一物上説かれたのであり、還元すれば宗教たちに主如来の知見を得させ、如来の知見を見させ、如来の知見に入らせ、 如来の知見を悟らせ、如来の知見の道に入らせる方法。まあ、如来の知見っていうのはですね、教えの会合極空会のことですね。ここ、ここに入る、ここに入る力を得させ、この如来の極空会を見させ、極空会に入らせ、極空会を悟らせ、極空会の道に入らせる方法を説いたと。修教たちのために説かれたのであったと。はい。そしてまた、シャーリフトラよ。 それら、過去の正しい悟りた尊敬される女来たちが、から正しい、親しく正しい法を聞いた宗教たちは、いずれも全てこの上ない正しい菩提の獲得者となったと。まあ、各世界で女来たちから受記をもらった菩薩たちは、いずれもこの上ない正しい菩提の獲得者となったと。まあ、各世界においてそれらの人も女来になったと。また、シャーリプトラは未来の世において、未来の世においても、計り知れず数え切れない十方の世界に、正しい悟りた尊敬される女来たちがおられて、多くの 人々の幸福のため、多くの人々の安楽のために世間を慈しんで、神々や人間など、大衆の利益幸福安楽のためにこの世に現れであろうと。はい、今日はここまでですね。はい、どうも。